ジャバリジェレル・ブラッシュはアメリカ領バージン諸島セント・トーマス島出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2007年の MLB ドラフト29巡目でシカゴ・ホワイトソックスから指名され、2009年の MLB ドラフト9巡目でテキサス・レンジャーズからも指名されたが、いずれも入団せず。2010年の MLB ドラフト8巡目でシアトル・マリナーズに入団。同年は ルーキー級アリゾナリーグマリナーズ、アパラチアンリーグのルーキー級プラスキマリナーズに所属した。2011年は A-9 エバレットアクアソックス A 級クリントンランバーキングスに所属し、2012年は A 級クリントンでプレーした。2013年は A 級ハイデザートマーベリックス AA 級ジャクソンジェネラルズに昇格。2014年は AQ ジャクソンから8月17日にトリプル AQ タコマレーニアーズに昇格した。2015年はトリプル AQ タコマで開幕を迎え、4月6日に AQ ジャクソンに降格したが、5月1日にトリプル AQ タコマに復帰した。2015年12月10日にルール5ドラフトでオークランドアスレチックスに指名されて移籍したが、同日中に 12月2日に行われたマーク、ゼプチンスキー、ヨンダーアロンソとドリュー・ポメランツ、ホセ・トーレストのトレードの後日発表選手として、サンディエゴ・パドレスへ移籍した。この際に40人枠に登録されている。パドレス時代2016年4月4日のロサンゼルス・ドジャース戦でメジャーデビュー。5月13日にリーフとなり、5月18日に40人枠を外れる。 形で参加のトリプル A 級、エルパソチワワズへ配属された。7月30日に再びメジャー契約を結んで25人枠入りした。この年メジャーでは38試合に出場して打率。169.3本類打5打点、1盗塁の成績を残した。2017年1月20日にトレバー・ケイヒルとの契約に伴ってディーフとなった。 1>, 1月25日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級、エルパソへ配属され、4月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は61試合に出場して打率、213.5本類打、16打点、1盗塁。2017年12月13日に、チェイスヘッドリー、ブライアン・ミッチェルとのトレードで、ニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。 2018年2月20日に、ブランドンド・ドルーリーの加入に伴って、リーフとなり、翌21日に後日発表選手とのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。この年は24試合に出場し打率。103で、3A では83試合に出場し、打率。317、29本塁が、68打点。オフの11月29日に、FA となった。 2018年12月7日に NPB の東北楽天ゴールデンイーグルスが契約合意したことを発表。2019年は開幕での打順は7番からスタート、したが5月に10本類だ27打点の成績を上げて、以降は4番での起用が多くなる。夏場にはコンディション不良によって先発を外れる試合が多く、1ヶ月ほど本塁打が出ない時期があったものの終盤に、 副長、NPB1 年目ながら、共に、チーム最多の33本類九打95打点の成績を上げて、チームの A クラス入りに貢献した。なお、33本類打と95打点は共に、楽天が獲得した、外国人選手の1年目の成績では最高の成績であり、1年目という条件を除いても、本類打数はところ属した。 歴代外国人選手の中では最多である。2020年は開幕から低調で首を痛めて8月8日に登録抹消されて以降、一軍での出場がなかった。11月5日に同年限りでの対談が確実であることが発表された。2021年1月14日に現役引退を発表。今後は出身地のバージン諸島で事前活動を続け、 自身のプラットフォームで発信していくと報じている。両足をぴったり揃えて構え、右肘を高く上げながら上半身を若干の削らせ、バットのヘッドを投手側に向ける構えから、左足を大きく上げてステップしスイングする独特なバッティングフォームが特徴。以前は広いスタンスで構え、ノーステップ気味に打っていたが、2017年にメキシコでのウィンターリーグ中に、 左足の使い方を模索する中で、現在の構えになった。バランスが良くなり、頭のブレが抑えられるようになったという。ストライクゾーンに来たボールを積極的に打ちに行くが、空振りが多く確実性は高くない。その反面、ストライクゾーンから外れたボールへの見極めは良く、選球眼に優れる。NPBNPB、ありがとうございます。